あのヨスラメの木があったやんか、あの一本だけ。それがものすごく大きくなったし、台風でまた倒れてる話で、ちょうどうちの並びのとこ、家直してるし、ね、あの一軒借家があって、そこに積んできはって、うん、その佐野公園さんが本家で、でもものすごく普通に今、なんか直したか立て直したか、今年いっぱいぐらいの違反には、そのことに。皆さんお待たせいたしました。42分発シャトルバスでございます。それでは発車いたします。本日は高尾戸賀野行きシャトルバスご利用いただきましてありがとうございます。運転手前田、私西野が担当させていただきます。走行中シートベルトのご協力よろしくお願いいたします。時間ももうお昼過ぎとなりまして、かなり気温が上がってまいりましたので、ね、ちょっと暑いぐらいでございますけど、風もそれほど今のところないようでございますが、風にあおられお客様のお帽子や何か大事なものがお外へと飛んでいってしまう場合がございますのでご注意くださいませ。また枝がかなりこう下がってきている場所が何箇所かございます。その頭上にもね、必ずお座りいただいてご注意くださいませ。それではパークウェイ駐車場を出発いたしまして、バスはこの先国道162号線を経由し、くねくねと山道を進めながら高尾戸賀野方面へと向かってまいります。通常通りの運行でしたら片道5分ほどとなっております。途中止まりますのは高尾バス停、高尾バス停の方でもし降りられました場合、神護寺へ行くお客様は便利でございます。神護寺へお出かけの方は高尾バス停でお降りいただくこともできます。さらにその後高尾観光駐車場へと進めてまいります。西明寺、そして高山寺の方へお出かけのお客様は高尾観光駐車場の方でお降りいただきますと便利でございます。まあ、ただ便利とは言いましてもですね、どこのお寺もすべて山のお寺でバスを降りられて目の前にというわけではございませんので、かなり険しい山道をくねくねと石段を登って片道30分とかにかけて行かなければいけません。ご注意ください。また高尾観光駐車場を出発いたしました後、再びただいまのパークウェイ駐車場に戻ってまいります。どこでも降りられずパークウェイ駐車場に戻ってくることも可能ですので、お客様のご希望の、ね、あのご都合のいいところでお降りくださいませ。京都の方も多いかと思いますが、京都市内の中心部から少し離れまして、まあ、この辺りも同じく右京区ではございますけれどもね、市内中心部と比べると夏でも少し気温が低く、ね、涼しいとされているところです。紅葉もちらほら始まっております。では神護寺もし行かれる方おられましたら、この後お降りいただきます。これいつもあるなんかほら塩蔵から抜けてきてる。私はここ通るで、それで旧滝に出て、あ、私は別にあのすごい神護寺からずっと行ったことあるあのバス、これでこの高尾行きのバスで、あ、うん、で勝負谷から行ったことあるか、あるか、まあ、あんまり行ったことないと思うわ。あ、そう、うん、でここに降りてくるね、この階段降りてきて、あの山道来て、で、ここに一旦ちょっとだけ出るの、で、うん、いや、私行ったことない。それこそあの人に、内田さんに連れてもらって、ヨガの帰りに、どっちも行こう言って、で、車で、ちょっと連れてみて、水が土がこんなに綺麗らしい。なんか、ここ来たかな、何のメンバーでよく何回も来てる。あ、まだ私、1回ぐらい来てるの。お待たせいたしました。で、神護寺に出て、神護寺の方にこう出て、それではですね、この先高尾観光駐車場までもうあと数分となっております。高山寺お出かけの方、またこの周辺どこか目的のあるお客様は
次のところでお降りくださいませ。またパークウェイの駐車場まで戻るんだという方は、バスはすぐ発車いたしますので、降りずにそのままでお待ちくださいませ。あそこの橋、少し進んでまいりますと、左側にお寺のお堂がご覧いただけますのが西明寺、牧野の西明寺でございます。あの小さい屋根の小さい規模のお寺でございますが、それでもですね、やはりね、下の川のところからちょっと上りの参道でもうすぐ上がれるってわけではないですけどね、3つのお寺の中でまだ比較的優しい目の参道となっております。こちらも神保寺と同じく1200年ほど歴史がございます。お堂は300年ほど前に再興されているものだそうです。徳川家康の母慶祥院による再興だそうですよ。ではですね、まもなく高山寺のエリアのお客様ですね、到着いたします。唯一世界文化遺産に登録されておりますのが、高い山寺と書きます真言宗高山寺でございます。こちらは日本最古の茶畑、明恵によって造営されましたお茶の茶園がございましたり、また積水院といいまして、有料になってしまうんですけれども、国宝の長寿人物戯画を見ることができる建物などもございます。歴史は平安京が造営される以前774年とされております。左側に坂がご覧いただけます。ここをね、ずっと歩いていっても高山寺へ行くことができます。はいはい、ここはね、一応表参道となってますが、バスが止まる観光駐車場から裏参道の方が近いです。裏参道をお歩きください。もう少し左側をご覧いただいてますと、階段が見えてまいりますのが高山寺の参道です。あ、ここですね、左後ろの方に歩いている方がおられますね。それでは降りられる方はバスがバックいたしまして、停車後お降りいただきます。パークウェイに戻られる方はそのままお待ちください。